んにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリ答えしています。はい、今日の質問なんですが、関取から小遣いをもらえたりするのですか、という質問が来てるんですけどもね。まあ、この前ね、ちょっと付け人の話とかが出た時の質問なんですけども、どうですか、小遣い、まあ、親方からとかね、関取からとか。まあね、その決まってね、はい、小遣いっていうのはないですね。その例えばね、本場所がある時に付き人をしていろいろね、お世話します、付き人、この間も言ったように、まあ、3人から4人ついて、その自分がついてる関取からね、骨折りっていう形でね、骨折りって言っても、ご苦労さんっていう形で、まあその位によってね、幕下三段目序二段でね、関取が決めた金額を、場所後にね、ありがとうって言ってね、渡すぐらいで。そうしたらもう、お仕事したことに対する、まあ、そう、まあ部屋によっては分かりませんよ。でもまあうちの部屋もね、そんなに小遣い小遣いってやってった、まあちょっとした小遣いぐらいはね、例えば付き人だけでね、ご飯食べ行くんやとかなるとね、関取から、まあこれで食べといてとかいう感じで渡すけども、その、お小遣いという形でね、自分の、自由にするからお金ちょうだいっていうお小遣いみたいなのはあんまりなかったですね。そうですか。はい、まあ、あと松本さんはね、こうちゃんこ長っていうことで、責任を持ってやってて、まあ、やっぱりかなり忙しくてね、遊びにも行けなかったっていう話をしてましたけども、その辺は何かお小遣いみたいなのはあるんですか。骨折りっていうね、形でね、まあ、親方から、はい、付き人としてのね、はい、場所ごとの骨折りをもらってましたし、はい、結構その月々にね、こう料理の、責任を持ってやってくれっていうことでね、親方から、はい、ちょっともらってました。あ、そうなんですか、それは何に使ってたんですか。いや、それはね、武蔵川部屋のマネージャーが、はい、私の通帳を作ってくれてね、じゃあ、まあ、無駄遣いしないように。そうね、半分から3分の2ぐらいはね、通帳に貯めておいてくれる。私もね、じゃあ貯めといてって言って貯めて、まあ、持ってるとどうしても使っちゃうからっていうことですね。でまたね、まあそうちゃんこちょしてるっていうのはもう一生それでいくわけじゃないんでね、辞める時には必要なお金もいるし、私はそれでね、辞める半年ぐらい前からかな、免許をね、車の自動車の免許をね、取り行くための資金に当てて、マネージャーにね、免許取り行きたいから、貯めてたお金をちょっと下ろして行きたいんやということでね、それに使いました。ちなみに免許っていうのはスルッと取れましたか。そうですね、やっぱりね、どうしてもこうお金がないんでね免許証ってみんな言ってる方分かるように、一回試験落ちたりしたらもう5000円とかね、一回乗るのに何千円かかかるじゃないですか、それがもったいないんでね、一生懸命頑張りましたね。あ、そうです、それは近所の教習所とか。近所でもないですけどね、自転車と電車を乗り継いでね、教習所のところまで行って、そこにね、なんかまあ昔はね、千代のおじさんもそこで撮ったみたいなことを言ってました。はい、それはそうした東京場所の間に撮れたっていうことですか。そうなんですね、まあ今でも覚えてるのが、その辞める前の年の1月の1日っていうのを覚えてるんですよ、そっから行き始めて、じゃあ名古屋から帰ってきて、そう、もう十分東京にいる時間じゃないと、千代場所とか行ったら、その間空いたりして、途切れてね、やっぱり免許証って期間決まってるじゃないですか、この間に取れっていうのは。なのでね、それでね、9月にはもう取ってましたね。早いですね、それから順調に。詰めてね、まあちょっと教習所の方も配慮してくれたのかもしれない、ここで取らんかったら九州場所に行っちゃうんでね、まだ帰ってきてからなるともうちょっと時間が空くんで考慮してくれたかもしれないです。そしたら、まあそういうふうに骨折りとかいうような形でいただいたものも、まあね、つい使っちゃういうこともあるかもしれないけど、すぐ使えますよ若い衆は。でもまあなるべくね、そういうふうにこう将来に向けてのお金っていう感じで、結構さ、そしたらそのマネージャーが貯めてくれてるっていうようなことって割とあるんですか。いや、それはもう親方から、その骨折りじゃなくても
もうちゃんこしてた親方の身銭 の、うん、あのお手当てですね、うん、私がちゃんこやってるっていうことでね、うんうん、そしたらみんながみんな通帳を作ってとかいうわけではないんです、ね、まあ入った時にね、うん、入った時ってやっぱりこうもう一社会人になって、うん、そんなに給料はないけども、うん、自分の身の回りのお金とかはそうですね、うん、自分でもらったお金でやりくりせなあかんから、うん、部屋によってはね、はい、そういうのがまだ分かんないね、うん、中学高校出たぐらいの力士なんかは、うん、おかみさんがね、うん、ちょっと管理、ね、してくれてるところもあるみたいです、うん、あ、そうですか、はい、ありました。ということでいかがでしたでしょうか。まあ小遣いっていうよりもやはり何かお仕事をしたことに対してお手当、そうですね、骨折りっていうような形でいただくことが多いと、はい、まあ、ついつい使っちゃう人も多いんじゃないかという、そういうお話でした。まチャンネルではこのように皆さんからの質問をお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また。さよなら。